こんにちは、ナナです。今回もリクエストでいただいた赤黒い肌に合うカラーの作り方、ブルーや、グリーン系の混色のやり方をご紹介していきたいと思います。そしてこの色にちなんでディズニーに行かれるそうでシンデレラネイルをというリクエストもいただいたので、シンデレラの、イメージカラーを意識してですね、デザインをご紹介していきたいと思います。今回はこの2本にデザインしていきたいと思います。薬指にはシンデレラのイメージカラーを意識したブルーやグリーンのタイダイ柄に、キラキラのホロなどを入れ込んだデザインですね。そして人差し指にはネックレスをイメージしたストーンの置き方を入れ込んだデザインをご紹介していきたいと思います。そして中指にはシンデレラをアートしていきたいと思います。時間の関係上、シンデレラのアートは次回ご紹介していきたいと思います。では早速カラーを作っていきたいと思います。今回は赤黒い肌に合うカラーの作り方、ブルーやグリーンを使った混色ということでカラーを作っていきます。まずは、クリストリオのこの柔らかい白のカラーをベースに作っていきます。ブルーとグリーンを作っていきますので、まずパレットに2箇所ですね、この白を入れ込んでください。そして次にブルーと、あとはちょっと青みがかったブルーを足して、このようにまずブルーとブルーグリーンのようなカラーを作っていきます。肌の色がとっても白い方にはこのままでも十分映えるカラーになってくるんですが、今回リクエストでいただいた赤黒い肌に馴染むカラーを作っていきますので、赤黒い肌イコール肌は、茶色だと思うので、茶色のカラーを単純に足していきます。で、今回は赤黒い肌ということなので、赤黒い肌でもいろいろあると思うので、今回は、今作ったカラーをこのようにですね、2つに分けていただいて、まずはこういったキャメルの黄色が強い感じのカラーをと、あとは焦げ茶、赤が強い焦げ茶ですねを足していく感じのカラーを作ってみたいと思います。まずキャメルのカラーを足していくとこんな感じで、ごめんなさい、ちょっとブルー、キャメルが濃すぎたので少しブルーを足していきます。こんな感じのちょっとくすんだ感じのカラーになるんですけれども、これとってもパレットで見てるとくすんだように見えるんですが、肌に塗っていただく、爪に塗っていただくととても馴染みやすいカラーになります。そしてもう一つの方には焦げ茶ですね、赤みが強い茶色を足していただくといいと思います。そうすると同じブルーでも多数茶色によってこんなに違いが出てくるんですが、これはもう本当に肌の色に合わせてどっちが似ているかですね、で足していただくといいと思います。そしてグリーンの方にも同じようにキャメルを足す方と、もう一つ焦げ茶を足す方と混ぜてみます。こんな感じでカラーを足していくんですが、私カラーの勉強をしっかりしたわけではないので、ちゃんとした知識ではないんですが、今までとお客様にですね、作ってきたカラーの経験上を、こういう感じでカラーを足していくと肌に馴染みやすいっていうことが分かってきたので、こういうふうに実際のお客様にやっているカラーの作り方になります。はい、こんな感じでブルーとグリーンですね、キャメルと焦げ茶を足すとこんな感じのカラーになってきます。黄みが強い方と赤みが強い方とそれぞれ見えると思うので、これ両方ともこう一度試していただくとどっちが肌に馴染むかというのが分かってくるので、やってみるといいと思います。基本的にはどんなカラーにでもですね、こういった焦げ茶や、キャメルですねのカラーを足していくととっても肌に馴染みやすいカラーになってきます。では早速カラーを塗っていきたいと思います。まず薬指にはと先ほど作ったブルーとグリーンのカラーをですね、タイダイ柄のように、入れ込んでいきますので、まずさっきのカラーがですね映えるように下にですねベースとして、こういったよく私が使う白の柔らかいジェルですね、これをベースとして塗っていきます。さっさと一層塗っていただければ大丈夫です。実際に現場で使える内容を中心に順番にリクエストにお答えした動画をご紹介していけたらと思っています。ぜひチャンネル登録お願いします。では次に先ほど作ったブルーとグリーンをですね、タイダイ柄に作っていきたいと思います。まずはブルーのカラーからのせていただいて、ぼかすように伸ばしていきます。
で硬化が終わったら次に間を埋めるような感じでグリーンを入れ込んでタイダイ柄を作っていきます。はい、こんな感じです。割とブルーとグリーンのこのカラーはですね、とても馴染みやすいので、そこまで意識しなくても綺麗なタイダイ柄作れると思います。では次に人差し指にはブルーとグリーンを使ったダブルのグラデーションを作っていきます。まずはグリーンから始まっていきます。グリーンのカラーをこのようにグラデーションを作ってください。で、先端はブルーを入れるので少し開けておいてください。で、硬化が終わったら残りの半分をブルーでグラデーションを作っていきます。ダブルでグラデーションをやっていく際には通常のグラデーションよりも少し深めに作っていくといいです。なのでグリーンのカラーを根元に近いところからグラデーションを作っていただいて、ブルーのカラーに変わっていくような感じのダブルのグラデーションですね、綺麗に作っていけるといいです。そして最後にブルーのカラー先端にはですね、しっかりとブルーのカラーを入れ込んでください。しっかりカラーを入れ込むことでグラデーションとっても映えてきます。そして今回はダブルのグラデーションにしているんですが、ダブルのグラデーションはやっぱり爪が短い方だとなかなか難しいと思うので、爪が短い方はもう根元からグリーンのカラーをベタ塗りのように半分ぐらいまで入れていただいて、その半分からブルーのグラデーションを作るようにやっていただくととっても素敵になると思います。はい、こんな感じでタイダイ柄とダブルのグラデーション完成です。ではタイダイ柄のところに大きめのホロと中ぐらいのホロ、そしてミックスされたラメですねを入れ込んでいきたいと思います。糊代わりになるクリアジェルを全体に塗っていただいて、まずは細かいラメから入れ込んでいきます。もうこれはランダムにこんな感じでポンポンポンと入れていただければ大丈夫です。で、そのまま中ぐらいのホロと大きいホロをですね入れ込んでいくんですが、ホロを入れ込んでいくちょっとポイントとして、私は大きいホロをこんな感じで少し中ぐらい中心群に置いていただいて、その上下に小さめのホロを入れるような感じで入れていただくととってもバランスよく置けると思います。はい、こんな感じで一旦ベースのデザイン完成になりますので、トップジェルでコーティングしていきたいと思います。一本ずつ光のラインが通るようにコーティングしていってください。今回の薬指のように少し大きめのホロを入れた時ですね、トップのジェルコーティングした時にちょっと表面がガタつきやすいと思うんですが、とあとはやっぱり少しジェルが反発するので、ホロの上にですね少しジェルがかからないといったことがあると思うんですが、何回かに分けてやっていただくと綺麗にコーティングできると思います。はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて、形まで整えていきます。はい、こんな感じです。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。では次にストーンを入れていきたいと思います。薬指にはカラーとの境目にストーンを敷き詰めるような感覚でですね、ちょっと素敵な感じに入れ込んでいきたいと思います。まずは糊代わりになるクリアジェル塗っていただいて、このリングを使っていきます。大きいのと小さいのこんな感じで斜めに組み合わせていただいて、そこにパールやオーロラですね、どっちでも大丈夫なんですが、大きめのストーンを中心に置いていただいて、その周りに散らすような感じで入れていくとバランスが取りやすいです。ストーンの置き方って何回もこうコネ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 動かしていると、これでいいのかっていうのがちょっとわからなくなってしまうことがあると思うんですが、私はもう感覚でこうパッパッパと置いていって、あまり触らないようにできるだけしています。触りすぎるとちょっとおかしくなってしまったりすることもあるので、最初の感覚を大事にしていただくといいと思います。では次に人差し指にはネックレスのような感じのストーンを入れていきたいと思います。ネックレスになるようにまず糊代わりになるクリアジェルですね塗っていただいて、私は中心にパールを使っていきます。中心から作っていくといいです。オーロラを混ぜ合わせてネックレス作っていきます。パールの両サイドにオーロラを置いていただいて、そのさらに小さいオーロラを下にネックレスになるような感じで、こんな感じでですね入れていきます。そしてあとはスタッツ
を使っていただいて大中小という感じで置いていただくと、こんな感じにネックレスのチェーンですね、出来上がってきます。はい、こんな感じでストーンの置き方完成です。では最後にツヤ出しのトップジェルでストーンをコーティングしていきたいと思います。このツヤ出しのトップジェルはもうさっさとコーティングしていただければ大丈夫なんですが、今回のようにたくさんストーンを入れた場合やちょっと大きめのストーンを入れた時はやっぱり普段の生活でストーンが取れてしまってはいけないので、2回コーティングしてあげるといいと思います。ストーンのところにジェルをしっかり置いていただいて、その置いたジェルをこう拭うような感覚で塗っていただくと、しっかりストーンの下とかで間にですね入り込んでいくので、こんな感じで塗っていただくといいと思います。小さめのストーンであれば一度塗りで十分取れずにお客様帰ってきますので、一度塗りで十分だと思います。はい、こんな感じで完成です。今回は赤黒い肌に合うブルーやグリーンの混色の作り方ということで、茶色や焦げ茶を混ぜ合わせてこういったカラーを作っていきました。パレット上でとってもくすんだカラーに見えても、肌にのせるとこんな風にとても素敵な鮮やかなカラーになってくると思います。ぜひ一度作ってみてください。そしてこの色にちなんだディズニーネイル、シンデレラのネイルですね、ということでシンデレラのイメージカラーブルーやグリーンに合わせたこんな素敵なデザインをご紹介させていただきました。そして中指のシンデレラのアートに関しては次回の動画でご紹介していきますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。